ほら、もう腹ペコペコだ。さあ、皆さん、ホテルはなくなりましたが、豪華な食事は残りました。どうぞ食事の続きを楽しんでください。相変わらずね。んだ、食費がかかるだ。うん、おめえたちも食ってっか。いただきます。そっかそっか。うん、なんだ、うベジータいらねんか。貴様、楽しみにとっておいた寿司を。食うつもりだったんか。悪い悪い。あーベジータ、おめえ、オラのチャーシューを。貴様が先に食ったんだろうが。オラチャーシュー最後に食うつもりだったんだ。食い物の恨みは恐ろしいのだ。オラとおめえの仲じゃねえか。それとこれとは別だ。地球にとって恐ろしい敵でありながら、現れた時代がわずかに遅かったために強敵とも認められず、人々の記憶にも残らなかった悲しい悪人の物語であった。